放つ言葉とか気持ちとかが伝わってるっぽいんですよ。このうにょ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 うに引き寄せの法則、こうなりたい、あんなりたいって思ったよ。でも叶ってないんだけど、誰しも思うと思うんですよ。ポイントはここ。実は引き寄せの法則って科学的にも結構証明されているところが、皆さんも体験していることなのかも。およ。そう、もうすでに。およ。はい、OK です。はい、お願いします。はい、行きましょう。はい、前回の、動画に引き続きですね。やってきましたね。引き寄せの法則について。やってきましたね。待ちに待った。やってきましたね。待ちに待ちましたよ。服の際、服装も全く一緒の服装して。まさかね、前半と後半に分かれるとは。このね、分かると思いますけども、やっぱり、ね、楽しいし、面白いし、マジやんっていうのを、やっぱ実感しちゃったんで、はい、こんなテンション高くいっちゃうっていう。はい、前半の動画まだ見てない方はですね、よかったら前半の動画から見ていただけたらなというふうに思います。前半の動画では、僕たち、実際に社会から飛び出してみてですね、こんな経験したよっていうことをお話ししています、うん、本当にマジで起こったことなんで、興味がある方はそちらの動画も見ていただけたらなというふうに思います。はい、日本一周で人生変わったつくしです。はい、人の出会いで人生変わった横田様です。はい、お願いします。前回話しましたうにょうにょについて。あ、もうね、大好物ですからね。はい、うにょうにょ、そう、もうこっから多分分かんないと思うんで、マジで前半見てください。このね、うにょうにょはね、前回言ったみたいに細胞とかですよ、全てのものをダーって分解しまくると波振動でできてると、はい、この1個のうにょうにょには意思があるそうです、うん、なので僕たちが放つ言葉とか気持ちとかが伝わってるっぽいんですよ、このうにょうにょ に。つまりですよ、楽しいぜって言うと細胞とか全部楽しいんだってみたいな、このうにょうにょ伝わるんですよ。うにょうにょ、歌は楽しいらしいよ、うん、わーってなったりとか、もっと言うと空気、うん、ありますか、空気、空気もうにょうにょできてるんです、見えてないだけで。つまり言葉でファッて話すると嬉しい楽しいっていううにょうにょブラーって出るみたいな、うわーって出てくるわけです。伝わっちゃうんですよね、振動として。はいはい、例えば、ここで、福士さんが、くそつまらん今日。ネガティブ的なことですね。ってなると、なんとなく想像つくと思うんですけど、合わないんですよね。こっちが、楽しいっていう、ねーってうにょにょになると、こういううにょにょだとすると、例えば、福士さんのつまらんが、ちっちゃいとか、カクカクとかになるんですか、はいはい、合わないんですよね。これは結局こう、はいはい、こんなんかこう合わない。これ多分感じる人多いと思うんですよ。なんかわからん。喋ってないのになんか嫌な空気ってよく言うやつ。うん、日本人独特の。波長が合わないから言ったりしますね。喋ってないのに、はい、なんかこの空気嫌だとか、重いとか感じるんですよ、ね。感じますよね。これが波長が合うとか、周波数が合う合わんとか言う。で、これを僕らはですね、いいうにょうにょと悪いうにょうにょと勝手に名前をつけました。はいはい。勝手に。まあ、いい悪いもあるから、もう分かんないですけど、ね。分かんないですけど、で今僕らは、世の中明るくしたいですし、自分らしく楽しく生きたいんだって本当に思い始めたら、本当にそういう人が出てきましたね。ですね。年齢も関係なく、業種とかなんか職業違うんですけど、でも見てる最後の世界は同じとこ見てるっていう、何の違和感もないんですよね。何時間いても楽しくてしょうがない空間っていうんですかね。あれもいいうにょうにょが出まくってる、居心地がいいんですよね。そうですね。なんかそういう感覚はあるじゃないですか。波長が合うみたいな感覚って、はい、多分日本人ならわかるはず。そうですね。感覚として多分あるはず。あると思うんですよね。だこれもしかしたらですけど、これ見に来てる人も引き寄せられてる可能性もあるわけですよ。それ。こう見る人、それ、見る人見ない人。いると思うんで、そうですね、そう思ってもらうといいかもしれないですね。ううやっぱ見るべくして見たんじゃなかろうかと、うん、きっと意味があるんだと。あ、めちゃくちゃ数ある動画の中でこ、はい、なんか僕らなんか見てるっていうことはなんか、はい、なんか多分意味があると思うんですよ。縁的なものも多分そういうことなんだろうな。いやですね、縁は確かにそうですね、はい、なんかそうやって思うとですよ、そうやって思うとこうやっぱすげえですね、話してると出てくるもんですね、うん、今まで僕たちが会社員だった頃は、うんうん、自信がない、夢も希望もないじゃないですか、うんうん、つまりそのいいうにょうにょも出ないんですよ、多分出なかったっすね。もうなんか明るくしてても結局心の底ではいやどうせさっていうこの、うん、だから結局そういう人たち同士が集まっていったじゃないですか。そうなんですよ。見渡すとみんな同じなんですよ。自分と同じ人しかいないんですよ。類友なんだと思うんですけど。そうですね。今だから分かる感じですね。うん、別になんか そこが悪いとかいいとかじゃないんですけど、でも考え方としてはみんな似てるところにいたじゃないですか。そうですね、僕らもそこにいましたし、うん、なんか愚痴とか不満ばっかが多かったところにいたんで、うん、それがなんか今となって、まあ、このとこ出てきちゃいましたけども、はい、今真逆ですもんね。もう楽しくてしょうがない。これびっくりすると思いますけど、結構マジなんですね。そういう風になっちゃったら、そういう会話をする人が出てくるんですよね、はい、うんうん、すごく幸せに生きてる人だからいっぱい出会えるようになりましたし、そうですね、不思議な感じですね、うん、
でしかもその僕がうにょ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 言いすぎて、はい、ある林業やってる会社の社長さん、はいはい、このうにょうにょっていうワードがもうあまりにも好きすぎて、はい、いや今日もいいうにょうにょがですよって毎回毎回言ってくれる人がいるじゃないですか。言いたくなっちゃう、ね、もう嬉しくてしょうがないで僕たちは楽しいこと嬉しいことばっか探しちゃうんでいいうにょうにょ出すぎてもう前が見えないって言いますから。わかります、はい、空気もうにょうにょなんでもうここが今うにょうにょしてるずっと動画撮ってる時もずっとうにょうにょしてるんで、はい、ここ見えてないですよ前がいいうにょうにょで前が見えてるんです、はい、こうやってなっちゃうんでずっとこうやって払ってもダメなんだで、そういうことです。僕はうにょうにょ製造機って呼んでるんですよ、うんうん、もう一人、その社長さんも二人でうにょうにょ製造機なんですけど、無限に出すんで、ブワーって出るんで。で、このうにょうにょは距離がですね、すごいんですよ。こんなことやりたいぜとか、うん、ワクワクするぜとかって、うわーってうにょうにょ出ると、うん、どうもですね、うにょうにょ多分すごいスピードで飛んでくるんですよ。なんかこれ、物理学の世界では光の速さを超えるらしいですよ。え、マジっすか？今ブラジル行ってますね、じゃあ。嬉しいな、幸せだとか、うん、こんな人に会ってみたいなって思った瞬間に、うにょうにょが光の速さよりも速く、うん、こんな人に会いたいなが今飛んでるんですよ。ジャイアーンつって、うん。で、それが同じうにょうにょを持った人たち。逆に多分、こんな奴に会ってみたいなっていう人に届くと引き寄せられるんですよ。で、会っちゃうっていう。そうですよね。これはですね、今地球規模で言いましたけど、うん、あくまでも地球規模で言いました。これ宇宙にも飛ぶということです。忘れてはいけない。宇宙です、今度。どうしよう。ある人から言われまして、はい、まあ、僕一時期その UFO が最近よう見るんですよ。説明ができないものをよう見るんですけど、はいはい、宇宙人とか UFO っていうのはね、みたいな、うん。あの方たちも周波数っていうのがあるんだよ、みたいな。もうここはもう信じる信頼、どっちでもいいんですけど、イメージしてくださいね、はい。さっき言ったラジオ。前回言ったラジオとか、テレビもそうです。電話かけるのもそうです。一つでも番号が違えば、繋がらないじゃないですか、うん、でラジオも1個でもずれたらうまく合わないじゃないですか、うん、それと一緒で UFO とか宇宙人の皆さんも周波数ってやつがあるらしいんですね、うんうん、であの方たちがじゃあ1000のうにょうにょで、はい、UFO がビューンってこう飛んでったりしてると、うん、一般市民の方はこう200とか300とかなんかこっちの周波数とか振動数がブーンって上がって1000ってなると見えるとかいう話を聞きました。あ、そうなんですよ。つまり同じ周波数に宇宙人とかと会うと出てるっていう、はい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 、というのを聞いたんですけど納得しちゃった、うん、なるほどなってなっちゃったんですね。僕たちが知ってるうにょうにょの話とこうつながる。そう。じゃあうにょうにょ1000人すれば見えるんじゃん。やり方わかんないんですけど。いつも空見るんですよ。今日出てこんかなみたいな。信じるか信じないかはあなた次第ですよ。いや、本当その世界。なってきちゃうんですけど、どうやらあるっぽい引き寄せの法則、はい、だからその前回の動画で最初お話ししたみたいにですね、今悪いことが立て続けに起きている、はい、もしもそういう方がいたらですね、はい、もしかしたらその悪いうにょうにょが出てて、はい、逆にその悪いものを自分で引き寄せてしまっているっていう可能性があります、うん、はい、一旦切り離してね、気持ちをこうリセットするというか気分転換にどっか行ったりとか、はい、そういうことをすると多分新しいポジティブなものが入ってくるかもしれないですね、うん、はい、多い。僕の大好きなこの斎藤ひとりさんもよく言います。知らない人も知ってる人もいると思いますけど、ついてるっていいなとか、 ありがとうっていいよねとか、天国言葉ありがとう愛してるとか言った方がいいんだよってずっと言ってるんですよ、うん、言ってたらやっぱ出るんです、うん、いいうにょうにょが、うん、言霊って言いますからね、はい、そうですね。かといってこう心の中でこの野郎と思ってありがとう100万回言ってもダメな人はダメだと思います。元があれなんで、なんか普段から何かうまくいかない人とか、なんか人生が暗い人って多分感謝することありがたいことよりも悩みとか苦しい嫌なことにフォーカスしてここばっか見ちゃうんで、そこを引き寄せちゃうと思うんですよ。だからこっちのこともちょっと見始めたらどうだいっていうことやと思うんですよ。これ有名な人の言葉がありましてですね、お、思考は言葉に、言葉は行動に、行動は習慣に、習慣は性格に、で性格は運命なるよっていう、そういう言葉が、はい、名言ですね、うん、まあ、ね、最初はやっぱ思考でしたっけ、一番。そう、思考ですね、考え方ですね。そう、全部つながってますよっていう、はい、結果だって僕たちも変わったって言ったら考え方だけなんでですね、思考が変わっただけなんですね、うん、明るく楽しく物事を捉えるようになっただけ、うん、言うたら、そしたらこんなにもやっぱ人生変わってますからね、うん、だからできるだけポジティブなやつのそばにいた方がいいですね。そうですね人間ね、どうしても環境のね、影響を受けちゃうんで、そうですね、ネガティブなうにょうにょを出してる人たちのところにいると、はい、どうしてもねそっちに引っ張られちゃう傾向はありますからね、はい、きっと探せば近くに多分底抜けに明るいやついると思うんですよ。なんでそんないつも元気なのみたいな、悩みないのみたいな人いると思うんですけど、そうですね、一回ちょっとそばに寄ってみたりとかするといいと思いますし、いるはずと思ってたら多分現れると思うんで、あ、そうですね、絶対出るって感じ、決めつけていいです。そうすると、いたってなるんで、はいはい、そういう人のそばにいた方がいいし、僕はそれをポジティブシャワーって呼んでますけど、はい、前もね、言ったかもしれないですけど、もうひたすら、もう明るくて前向きな言葉だけをひたすら聞くとか喋るっていう空間に行くと、なります、ポジティブに。なりますね。なんか苦しいことあっても、なんとかなるとか、大丈夫大丈夫って言ってる人たちの中に行くと、はい、なると思います。でそこから離れて、現実世界に戻ると、やっぱ苦しいじゃないってなるんで、はい、ポジティブシャワー、極力浴びた方が、ですよね、はい、いいと思います。そうそう、思い出した。うん、僕が引き
き寄せ、ザ・シークレットとか、本読んで、めっちゃなるほどなって思ったのが、引き寄せの法則、こうなりたい、ああなりたいって思ったよ、でも叶ってないんだけど、っていう。ああ、はいはいはい。やつ。これ多分誰しも思うと思うんですよ。誰しも、金持ちになりたいって思ってる、毎日思ってるよ。でもなんでなってない、ないな、引き寄せ起きてないじゃない、ってなるわけです。僕もそのまま読んでるって思ってたんですけど、なるほどと思ったんですよ。めちゃくちゃ思ったのが、これはちょっと僕の妄想、膨らまし話も入りますけど、僕たち、人間が生まれました。神様が産んだとしましょう。子供たち、見てます。生まれたねってなって、で子供の夢って叶えてあげたいじゃないですか。そうです、ね、誰しもが、で神様はですね、こう子供たちに好きに生きないよってやるんですけど、僕が神様されて、つくさんが子供とするじゃないですか。はい、で地球が今日見てるんですかって、でつくさんが金持ちになるぞって言うじゃないですか。金持ちになりたいの、任せる任せるってなるんですよ。はい、何でも叶える。じゃあ金持ちになれる方法にやるからねーっつって、もう一つポイントがあって、はい、いきなり叶っちゃダメなんです。この人間世界ってやつはいきなり思ってパッて叶うと成長がないんですよ。金持ちになりたい、ダダーン1億、あの人に会いたい、ポーン、マイケル・ジャクソンってやると何にも面白くないです、はい、成長もしない。なのでちゃんとプロセスを踏んでって経験した上でなるっていうのを楽しむのが地球なんで、はい、なので神様サイドは美しさん任せらっつって、金持ちになりたいでしょ、任せなさいって言っていろいろやってくるんですよ。いろんなこと、はいはい、仕事がどうとか人がどうとか、本読んだとかやるんですけど、その時につくしさんがどっかでどうせ無理って言うんですよ。ここなんですよ、ポイントは。ここデモさが発動しちゃうわけだ。でも俺なんかに無理でしょって言うと、はい、今度ですね、神様はですね、なんとですね、いい悪いの判断がないと。この人間世界に行くとネガティブなことでちょっとってなるんですけど、神様サイドは、あ、そうかと、ごめん間違えた、金持ちになりたくないんだねって思うんですよ、でもって言いたいことが起きてほしいんだね、任せなさいって言って今度そっちを引き寄せ始める。はいはいはい、はい、デモさが起きることを山ほど起こすという、はい、福士さんが日本一周行くんだと決めて、絶対これやるんだ、行くんだって言い続けてて、そうすると神様サイドずっと応援する。任せろ、カバン任せろ、寝袋任せろ、これです、これが引き寄せ。あそこで福士さんが、いやでも日本一周無理っしょってなったら絶対起きてない、これっす。なのでつまり思考で考えた、こんなことやってみたいって考えたらそれを引き寄せ始める。でもさっていうと今度こっちを引き寄せちゃうんで、どうすね、だから叶わないと、はいはいはい、これが、僕がなるほどと思った引き寄せの一番のポイント、だからこそ毎日毎日めっちゃ楽しいじゃん、超幸せだし人生最高じゃんと、何でも夢叶えるじゃんって思いまくってたら起きちゃってるんですよね。まだその詳しい話はできないですけど、まあ、この話ですよね、話もそうですけど、とんでもないことが起きてると、まず形になりました、本当になりました、それただ本書いた作った見てほしいじゃなくて、ちょっと想像をはるかに超えたことが今起きてる状況です。神様サイドがちょっと飛んできましたね、はい、ってな感じですね。まだ未だに信じれてない人に、向けてですね、ちょっと現実的な引き寄せの法則の話もできたらなと。実は引き寄せの法則って科学的にも結構証明されているところが、来た、僕はこれまだ知らないですからね、あってですね、でもこれもしかしたらですけど皆さんも体験していることなのかも。およもうすでに、ええ、あ、そうなんですか、はい、この現象、まあ、3つほど紹介するんですけど、はい、これ実はもう名前もついてましたね。はい、あら、一つがですね、確証バイアスと呼ばれる、一つもわからなかったですね、確証もバイアスもどっちもわからなかったですけども、はい、っていう名前の、現象が、はい、これはですねどういうことかって言いますと、自分のプラスになる、情報を集める、そういう傾向にある、その人間の特性みたいなものですね。はいはいはい、もうなんなら自分の都合のいいものにしか目がいかないっていう、あ、なるほど、まあ、それどうなのっていう部分もあると思うんですけど、このバイアスに入るとプラスになるものしか入ってこないですよ。なるほどね、だから、ね、もうどん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 自信がついていく。だからここもそうなんですけ ど、 なるほど、ね、嫌なこともあるんですよ、あるんですけど、もうそこにフォーカスしないし、はい、あえてその話をここでしないし、はい、もうまさに確証バイアス状態。なるほど、絶賛。もうなんかそれがある意味本当習慣化してきちゃってて、ね、なさっきの話で言うと習慣がもう正確にもなってきてて、うん、今それがもう運命として動き出しているような感じ、うん、なってますね、なってますよね、はい、確証バイアス、確証バイアス、実際的に科学的にね、現実的にね、そういうものありますよっていうことですね。これが引き寄せにつながっていきますよ、はいはいはい、もう一つ、プラシーボ効果プラシーボ効果、ギリ効果は分かりました、はい、これもすごく分かりやすくてですね、はい、例えば薬をもらいますと、うん、おこの薬、飲んだら良くなりますからねって言われて薬飲むじゃないですか、はい、あ、確かになんか薬のおかげで元気になってきたりするって、うんうん、飲んだ瞬間からめちゃくちゃ効果出始めましたよって話するんですけど、お医者さんはいやその薬そんな即効性ないんだけどみたいな、はいはい、要は、はい、薬を飲んだっていうこの安心感で元気になるっていう、はい、自分の思い込みですね、
思い込みによって力を発揮するみたいな効果をプラシーボ効果って、はい、プラシーボ効果、プラシーボ効果、はい、逆に言うとまああんまり良くないことですけど、目隠しして手首今切ったよって、切ってないんですけど手首切ったよっていう風にすると、その人本当に手首切られたと思って死んじゃうんですよね。マジっすか。思い込みで人って死んじゃうんですよ。そういうその思い込みの力みたいなものがこのプラシーボ効果だから、本当プラスプラスに考えてると、もう自分からなんかよくわかんないこうエネルギーというかパワー、もうなんか自分が想像もしれないことができてきちゃうっていう、これも一つの引き寄せの現実的な例の一つ、プラシーボ効果。最後もう一つ、3つ、はい、はい、これはですね、カラーバス効果一つもない。カラーバス効果、はい、これはどういう効果かって言いますと、一つのことにこう意識をするとですね、その情報が勝手に集まってくるって、まさに引き寄せの法則的な。おうおうおう。でもこれ僕も一つこう例として2人もやってるなと思ったことがあってですね、うん、携帯の待ち受け画面にはい、やってますね、はい、僕とユージさんやってましたね。危ない。携帯の待ち受け画面に夢とかを書いてるんですよ。これ理由があってですね、これをいつもこう意識するというか、目をつくところに置いておくとですね、脳みそが勝手にそれとこう類似したというか関係性のあるものをパッと目がつくようになるっていう話をしてましたよね。なんか、はい、これ僕も聞いた話なんですけど、ある人が満員電車だったかな、なんとなく見るじゃないですか、うんうんうん、で目つぶって赤色のものって言って、うん、頭で考えて、うんうんうん、目開けた瞬間にものすごいスピードでめっちゃ探すんですって。やっぱパパパパパパパッ、これだ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 って見えるらしいんですよ。うん、目開けて何も考えてないときは見えてないんですよ。どこに赤あったか分かんないのに、うん、考えて目開けた瞬間にバババババッと見る。まさにこれカラーバス効果。一つのことを意識すると、その情報を脳が拾い出すというか、まあ、よって集まってくるっていう、うん、ありそうですね。結構思い当たる人も多いんじゃないですかね、うん、あながちスピリチュアルでもない、自己啓発本に乗るぐらいですから、本当にもしかしたら引き寄せの法則っていうものは成功への一つの鍵となるものになるのかも、うん、かなりなると、まあ僕らはなっちゃいましたね、はい、今のその、まあ、一つもちょっと名前覚えてないですけどなんちゃら効果3つ、はいはい、なんか今聞いたら、そのさっき言ったその赤いやつっていう話で、うん、はい、明るそうな人とか幸せそうな風景とかってペッて見れたら、うん、きっと探す始まる、脳みそこれだ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 、あ、めっちゃいいことあるやんとかって多分見始めるんで、うん、これなんでしょうね、きっとだと思います。人生やっぱいろんな分岐点があるわけで、その分岐点に立たされた時にですね、自分のその時の心の持ちがどうあるかで、うんうん、どっちに進むかが変わると思うんですよ、はい、いやそうですね、うん、本当にその積み重ねじゃないですか、人生なんて、うん、ポジティブで明るいところにフォーカスしてるか、うん、ネガティブなところにフォーカスしてるかの違いで、うん、多分ゴール地点が全然違うところに行っちゃうんですよね、はい、分岐をこう重ねてって、まあ一番簡単なのは思考、考え方はちょっと明るくする、まあ、いきなりやっぱ難しいですからね、いきなり暗い人に明るくなるって言っても無理なんで、うん、ちょっとずつでいいと思うんですよ、はい、言葉変えてみるとか、うん、ちょっと人のいいとこ見てみようとか、うん、ちょっとずつちょっとずつで、きっと変われると思いますと。そうですね、はい、なのでまあみんなでいい運用を出しましょうと、はい、そうすると必ず素敵な人が現れるんで、うん、きっとそれでまた人生も明るくなることでしょうとですね、いう感じですね、はいはい、なんでこう僕らもね、こう YouTube を通してですね、いい運用をね、いっぱいこう情報としても皆さんに向けて発信していこうと思っておりますんで、はい、もしもいいねと持ってくれた方はですね、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、絶賛運用に飛ばしてますから、はい、というわけで、はい、最後の一文をちゃんと僕は本の中にですよ、あるんですよちゃんとね、163ページうにょうにょっていう目次がありますから最後にですね、ゆじさんに、いいうにょうにょ出るお言葉をですね、皆さんにこう送っていただきたいなというふうに思います。いいこと書いてありますね、はい、ね、あ、いきますよ、はい、じゃあお願いします。うにょうにょは宇宙のすべてとつながれる誰もが使える最強アイテム、そしてあなたもウニョウニョ製造機、今日はいいウニョウニョが出ていますか、それとも恐ろしいウニョウニョが出ていますかです。ありがとうございました。でした、いいウニョウニョ出してくださいね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。チャス、また会いましょう。